上海だよ。マクドに連れてってくれるから、ちょっと マクド行こう。引くです。何する？照り焼きマックバーガー。照り焼きマックバーガー。多分中国ないです。中国照り焼きマックバーガーないの？照り焼き？うん。照り焼き。照り焼きこれか。これ照り焼き？照り焼き。うん。照り焼き。照り焼きの鶏の。うん。鶏のバーガー。へえ。あ、照り焼きはあるんですね。そう。なんかないって聞いたことある。照り焼き。これも照り焼き。うん。さっきのはセット。これは単品。あ、単品の照り焼きバーガー。うん。照り焼きっぽく見えないけどね。これがない。これ、まあ、一緒。一緒。え、でもなんか揚げてないこれ。うん、これは唐揚げ。普通の唐揚げバーガー。そうなの、唐揚げバーガー。あの、フィレオフィッシュみたいですね。ね、そうね、俺もフィレオだと思う。これは辛いやつ、辛い鶏肉のバーガー。辛い鶏肉のバーガー。チーズバーガー。あ、これフィッシュバーガーじゃない。あ、これフィッシュ。フィッシュバーガー食べたい。普通のハンバーガーとかももしかしたら味変わってるかもしれないですね。変わるかもしれないね。僕はちょっとでいいの。うん、単品でいいよね。うん、単品がいいより逆にと。一個だけセットにしとく？セットにしとく。じゃあ一個セットにして、じゃあポテトもちょっと食べてみたくないですか？じゃあこれ、うん、これを一つと。あ、ポテトにして、うん、ポテトにして、これは、うん、まあ、ナゲットだよな、一応。多分ナゲットですね。ナゲットにしようか。ナゲットにしてて、飲み物は？コーラ。コーラ？いいすか、コーラ。コーラにしよう。氷なし。氷多めに、氷少なめに。標準にしようかな。標準ですね。他は、照り焼きバーガー。でも逆にちょっと普通のチーズバーガーとか食べてみたいかも。普通のチーズバーガー。飲み物は？あ、今のコーラがあるから大丈夫です今は。うん、パパ、僕らはもうこれくらいかな。大丈夫ですかね。クワちゃんは大丈夫？なんかパパ、多分日本のないものは手が欲しい。日本のないもの何がある？分かんないよね。ほとんどないよ、気になってる。それ何すか、それ。え、それ、あ、今右で触ってるやつ。これ、それリンゴ。リンゴ、リンゴ売ってる、普通に。あ、これアイスコーヒー。ラテ、ミルク入りの。ラテ、ココナッツの。ココナッツ。カフェ、コーヒーラテみたいなのある。そう。これ、コーヒーラテ。これは、普通のアメリカ。アメリカコーヒー、うん、これも甘い。チョコ入ってるね。チョコ入ってる。あ、全部甘いんだ。中国の飲み物、甘いの飲むもんね。あ、じゃあ僕せっかくだからこれ何じゃあ入れます。入れる。あ、やっぱ入れない。入れない、うん、で、お願いします。やります、あれ。彼氏とのマックに使っていいよ、やります。彼氏とのマックナウ、彼氏と一緒にマックナウ、マックナウに使っていいよ、やります。え、それってどうやるの？まあ、マック来てから、うん、なんかこうマックをあーんしてるみたいな写真を撮って、彼氏とマックナウっていう、こう使っていいよっつって SNS で拡散するみたいな。そうしょうもないやつでしょ。しょうもないやつでしょ。そこは使わないです。やらないです。あ、じゃあ使わない。それしょうもないのやりません。今の方でじゃあ全カットで。あの、そんなしょうもないのやりませんっつって数ヶ月後にやったらごめんなさい。食べよう。
さあ、さあじゃないのよ。いい。いらないんだよ。いい、そういうのいらない。さあ、中国の。いらないんだよ。ちょっとほら。とりあえずな、どれさん。はい、これも。チーズバー、これ。すごいね、やっぱ。名前が。ダブルフィッシュバーガーだから。はい。ちょっといっぱいさ。日本ってダブルフィッシュバーガーありますか？ある。ダブルフィッシュバーガーある。俺、聞いたことない、ダブルフィッシュバーガー。あと、ウーバーとかで頼むと、ダブルフィッシュバーガーとか。あるのうん。だから頼める。なるほど、ね。日本ってどうなんだろうって。すごい。チーズ入ってる。入ってなかったっけ？フィッシュバーガーってタルタルじゃない？うん。確かにチーズ入ってなかったと思う。行ってみましょう。いただきます。よくね。どうですか。違い。本当に。チーズが追加されてるから、フィッシュバーガーに本当にチーズ入れてる。こっちの方がうまい。なるほどね。あ、でも本当全然その味的には何もない。タルタルが入ってるってことでしょ。日本についてるタルタルソース。タルタルじゃなくてなんかさ、逆のなんかマスタードっぽいソースが入ってて、ちょっと味違うね。へー、うまっ。中国のコーラ。変わらんだ。変わらんましたそれじゃねえじゃん。飲むべきものはそれじゃないでしょ。みんなチーズバーガーがどんなものか知りたいよ。チーズバーガー。うん。うん。さすがにチーズバーガーは変わんないでしょ。だからね、試してみたかったんだよね。本当に全然。いただきます。どう違うのか。変わんない。さすがに変わんない。本当。うん。ケチャップも多分。変わんないっす。じゃあよかったよ、それ。うまい。やっぱこの味だ。ポテトか。形だけがうまい。本当？なんか普通になってますけど。これじゃない。この箱がね。うん。あ、ほら、このケースが違うってことか。違います。SMM なの。ね。正直言うよ。うん。ん？日本のより硬い。ちょっと弾力ちょっとない、ちょっとしっかりめじゃない、日本の。あ、本当だね。味付けは一緒なんだけど、うん、使ってるポテトが違うの。うん、え、なんか本当だ、確かにちょっと違う。うまっ。ナゲット、なんかソースあるの。ナゲット、スイートサワーソース。甘いのか、バーベキューか、マスタード。そうやね。これ。色が違う。何色と？もうなんか緑がかってない、若干。うんうんうん。青唐辛子な。スイートか。味が、このソースの味が、初めて食べる味。ナゲットもちょっと違うのかな。うん、なんか違うっすよね。ちょっとパサパサ感がある。うん、日本より。これ出来たてだからでしょ。胸肉。うん胸肉感はありますね。まあでも掃除て、うん、うまい、うまい。そういうことです。